こんにちは、千秋です。みんな元気ですか？今日は5年生の社会の勉強です。山地と山脈って聞いたことあるかな？似てるんだけどちょっと違うこの2つの言葉について今日は勉強します。一緒に頑張りましょう。それでは早速よーいスタート。山地と山脈、何が違うの？どういう意味？さあ一緒に見ていきましょう。まずは山地。山地の山という字、もう一つの読み方がありますね。知ってるかな？これは何？そうそう、山ですね。山といえばこれは何をしていますか？山へ行きます。そうです、山へ行きます。別の言葉で山に登と言います。山に登ります。この登るという漢字を使ってもう一つの言い方、これ読み方知ってるかな？これは登山ですね。登山、意味は同じです。じゃあ次、この地という漢字を使った言葉は、例えばこれは何？そうそう、地球の地。それからこれとか、これなんていうかな、そうそう、これは地じゃなくて地面ですね。地面、この人は地面を掘っていますね。それからこれ、家が揺れます。地震ですね。地震の地ですから、山地は山の場所、山のあるところという感じですね。これは日本です。 Google Earth を使って調べてみました。みんなこれを見て山地ってどこかわかる？山地、そうそう、この緑色のところが実は全部山地です。日本は山地がたくさんあります。もう少し近づいてみましょう。この濃い緑色のところ、例えばこことか、ここたくさん山地、山があります。山がとても多い国ですね。山地、ちょっと別の地図を使って見てみましょう。この地図は茶色のところが山地です。実は国土の 75% が山地です。国土は日本全部の土地のことです。日本全部の中で 75% が山地です。これよく見ると中国山地と書いてます。とても広い山地です。中国地方にある山地のことですね。ここも九州山地、四国山地、ここはね、紀伊山地。北の方を見るとこちらもたくさん茶色いところがありますね。山地の中にも実は山脈とか高地もあるんだけど、全部山があるところなんですね。たくさんありますね。まとめ、山地は山が多いです。それから山地は広いです。山が一つだけとか一つ二つだけでは山地と言いません。たくさんの山が集まっているので広いところです。山地は山が多くて広いです。
産地は山が多くて広いです。じゃあ次、山脈。山脈です。山脈の山はさっきと同じ山ですよね。じゃあ山脈の脈、脈という字は実はこれにも使います。これみんな知ってる？そうそう、この手首を押さえるとトク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 動いてる感じ、わかるかな？これ血が体にどんどん血が送られている音です。これを脈と言ったり脈拍と言います。ちょっと難しいけど覚えておいてください、脈。それからこの脈という字を使った言葉、これもあります。これも難しいと思うけど、人と人がどんどんつながっています。これを人脈と言います。人脈、人のつながりのことです。それからこれ、これも難しい、全部難しいな。これは特にこことかここの線のこと、葉っぱの線を葉脈と言います。理科で勉強するかな、葉脈です。実はこの脈という字は細くて長いものを意味することが多いです。例えば脈も体中に、体全部に血が通っているので血管はたくさんありますね。それから人脈も人と人がどんどんつながって長くなっていく感じ。葉脈も葉っぱには細い線がたくさんありますよね。脈のイメージは細くて長い感じと覚えておいてください。じゃあ山脈は何なの？まあこれが大事なんだけど、次見てみましょう。これです、山脈。綺麗ですね。それからこんな山も山脈です。ちょっと分かってきた？そうそう、山脈は山がたくさん並んでいます。並んでいます、山がたくさん並んでいます。隣にたくさんあります。例えばこの左の写真だったら、ここずっと山山山山続いているよね。こっちも山がずっと横に山山山山と続いてる感じ。これが山脈です。まとめ、山脈は山がたくさんあります。山脈は山が並んでいます。例えば日本でもとても大きな山脈、奥羽山脈というのがあるんだけど、それはここにあります。とても細くて長いですよね。これを横から見るとこんな感じで、山がずっとつながっています。山が並んでいます。これが山脈ですね。覚えてくださいね。では最後に山地と山脈の違いをまとめます。山地は山が多くて広いです。山脈は山がたくさん、これは同じだよね。でも違いはここ、山がたくさん並んでいます。これが山脈です。じゃあ最後に問題です。ドゥドゥン。1番、この黄色い丸は山地、山脈、どっちでしょうか？2番、この緑の
丸は山地、山脈、どっちでしょうか。1と2、どちらも選んでください。それでは答えをどうぞ。じゃあまず1番、山地、山脈。 OK、 じゃあ次2番、2番の答えは山地、山脈。わかりました。それでは答えを確認しましょう。じゃん、答えは1番、黄色い丸は山脈でした。合ってたかな。山地に比べて細いです。それから2番、2番の答えは山地でした。山地は広いところにたくさん山がありますね。実は日本にはまだまだ他にもたくさん山脈や山地があります。みんなも Google Earth を使ったり地図帳を見たりして、どんな山脈があるかな、どこの山地が大きいかな、調べてみてください。それから日本だけじゃなくって外国にもたくさん有名な山脈や山地があります。みんなが知ってる山脈や山地もぜひ教えてくださいね。じゃあ今日の勉強はこれで終わりです。また一緒に勉強しましょうね。バイバーイ。